栄養士法。第1条。この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて、栄養の指導に従事することを行とするものを言う。この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、 栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導、並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別な配慮を必要とする給食管理及び これらの施設に対する栄養改善上、必要な指導等を行うことを行うとするものを言う。第2条、栄養士の免許は厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設以下、養成施設というにおいて、2年以上栄養士として必要な知識及び技能を習得した者に対して、都道府県知事が与える。養成施設に入所することができる者は、 学校教育法を昭和22年法律第26号第90条に規定するものとする。管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格したものに対して、厚生労働大臣が与える。第3条、次の各号のいずれかに該当するものには、栄養士または管理栄養士の免許を与えないことがある。1、罰金以上の刑に処せられたもの。二 前後に該当するものを除くほか、第1条に規定する業務に関し、犯罪または不正の行為があったもの。第3条の2、都道府県に栄養士名簿を備え、栄養士の免許に関する事項を登録する。厚生労働省に管理栄養士名簿を備え、管理栄養士の免許に関する事項を登録する。第4条、 栄養士の免許は都道府県知事が栄養士名簿に登録することによって行う。都道府県知事は栄養士の免許を与えたときは栄養士免許証を交付する。管理栄養士の免許は厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによって行う。厚生労働大臣は管理栄養士の免許を与えたときは管理栄養士免許証を交付する。第5条。 栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに至ったときは、都道府県知事は当該栄養士に対する免許を取り消し、または1年以内の期間を定めて、栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。管理栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに至ったときは、厚生労働大臣は当該管理栄養士に対する免許を取り消し、または1年以内の期間を定めて、 管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。都道府県知事は第1項の規定により栄養士の免許を取り消し、または栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。厚生労働大臣は第2項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、または管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、 速やかにその旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない第五条の二、厚生労働大臣は毎年少なくとも一回管理栄養士として必要な知識及び技能について管理栄養士国家試験を行う第五条の三、管理栄養士国家試験は栄養士であって 次の覚悟のいずれかに該当するものでなければ受けることができない。1、就業年限が2年である養成施設を卒業して、栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定める施設において、3年以上栄養の指導に従事したもの。2、就業年限が3年である養成施設を卒業して、栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定める施設において、 2年以上栄養の指導に従事したもの。3、就業年限が4年である養成施設を卒業して、栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定める施設において、1年以上栄養の指導に従事したもの。4、就業年限が4年である養成施設であって、学校、学校教育法第1条の学校、並びに、道場の学校の設置者が設置している、 同法第124条の専修学校及び同法第134条の各種学校いう以下この号において同じであるものにあっては文部科学大臣及び厚生労働大臣が学校以外のものにあっては厚生労働大臣が政令で定める基準により指定したもの以下管理栄養士養成施設というを卒業したもの 第5条の4、管理栄養士国家試験に関して不正の行為があった場合には、当該不正行為に関係のあるものについて、その受験を停止させ、またはその試験を無効とすることができる。この場合においては、なおそのものについて、期間を定めて管理栄養士国家試験を受けることを許さないことができる。第5条の5、 管理栄養士は、傷病者に対する療養のため、必要な栄養の指導を行うにあたっては、主治の医師の指導を受けなければならない。第6条、栄養士でなければ、栄養士またはこれに類似する名称を用いて、第1条第1項に規定する業務を行ってはならない。管理栄養士でなければ、管理栄養士またはこれに類似する名称を用いて、 1> 第1条第第2項に規定する業務を行ってはならならい第6条の2管理栄養士国家試験に関する事務を司さどらせるため厚生労働省に管理栄養士国家試験委員を置く第6条の3管理栄養士国家試験委員その他管理栄養士国家試験に関する事務を司さどる者はその事務の施行にあたって厳正を保持し 不正の行為がなななないいようにしなければならない第6条の4この法律に規定する厚生労働大臣の権限は厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長に委任することができる全校の規定により地方厚生局長に委任された権限は厚生労働省令で定めるところにより地方厚生支局長に委任することができる。 第7条、この法律に定めるもののほか、栄養士の免許及び免許証、養成施設、管理栄養士の免許及び免許証、管理栄養士養成施設、管理栄養士国家試験並びに、管理栄養士国家試験委員に関し、必要な事項は、政令でこれを定める。第7条の2、第6条の3の規定に反して、故意もしくは重大な過失により、事前に試験問題を漏らし、 または故意に不正の採点をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。第8条、次の各号のいずれかに該当する者は30万円以下の罰金に処する。1、第5条第1項の規定により、栄養士の名称の使用の停止を命ぜられたもので、当該停止を命ぜられた期間中に栄養士の名称を使用して、第1条第1項に規定する業務を行った者、 2. 第5条第2項の規定により、管理栄養士の名称の使用の停止を命ずられたもので、当該停止を命ずられた期間中に、管理栄養士の名称を使用して、第1条第2項に規定する業務を行ったもの。3. 第6条第1項の規定に反して、栄養士またはこれに類似する名称を用いて、第1条第1項に規定する業務を行ったもの。4. 第6条第2項の規定に反して、 管理栄養士、または、これに類似する名称を用いて、第1条第2項に規定する業務を行ったもの。